AKT48 たらくせいのもがみななかと川島優奈です。よろしくお願いします。なんとこれから6期生メインの企画が始まります。これから6期生がいろんなことにチャレンジしていくので皆さん応援してもらえると嬉しいです。第1回目の企画は6期生 vs 先輩で行うバラエティ企画です。そして今回来てくださった先輩のメンバーはこちらの方です。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お邪魔します。家ですか？家です。嬉しいです。アウサーハウス日赤さん。あ、なんかすごい緊張しててさっきもがみんななんかトゥーって言ったのめっちゃ面白かった。緊張する進行がちょっと初めて言わないけど緊張するのですごい。これから6期生の企画がチャンネルできるってすごいですね。嬉しいです、ね、嬉しい。おめえ、ありがとうございます。ありがとうございます。リビさんから見て、はい、私たちのなんか印象みたいな、印象あったりしますか？なんか意外とめっちゃ顔芸みたいなするからめっちゃ面白い。バレてた、バレてた。からずっとワイプ芸みたいなずっとしてるからすごい面白いなと思って。もがみちゃんはマジで可愛い、はい、え、ありがとうございます。以上です。まあそれだけですかね。そう、意外と噛んだりするんだって。なんかしっかりしてそうじゃん。それだけ噛んでる人ポンコツなんだろうなと思って、はい、見てました。今日はよろしくお願いします。バラエティ力が高いビビさんを迎えて行うゲームは箱の中はなんだろうなゲーム。イエーイ。すごいなんかハードルの上げられ方がひどいんですけど台湾の。バラエティ力はまあまあですよ。いや、まあ、先輩方にはねバラエティ力の高いメンバーがもうゾロゾロいるのでね、皆さんも頑張ってください。頑張ります、頑張ります。箱の中は何だろうな、やったことあります？箱の中身ね、あります、いっぱいあるんですけど、一番ビビの中で楽しかったのは天神校の屋上で周年イベントをやった時に、でその時に私箱の中身やって、でもどうしてもあのこれちょっとダメだったらちょっとピー入れてほしいんですけど、がもう触ってる時からもう分からなくて、もうないし、でもしましょうとかさ、なんかあるじゃないですか。そういうのって結構難しい、自発的だけど、なんかあっちが用意してくれたもので、こう自分がリアクションその場でする即興系だから結構ねやりやすい企画だから、そう、当たり企画ですね。よかった。頑張ります。はい、はい、箱が来ましたので箱が来ました。やだ、箱が来て、中身をちょっと先に見ます、見たいと思います。やだやだ、せーの、うわぁ、うわぁ、うわぁ、なんとも言えないですね、これは。おい、楽チンそうな反応すなよ。じゃあ、お邪魔します。え、やだな、動きます？言えないですね。なんとも、なんとも言えない。なんだろう、動くか動かないかわからない。もっと奥です。OK？ なに？あーとかやめてよ。怖い怖い。ちょっと移動しましたね。え、移動した？ちょっと下でサービスいただきました。ファンソファンソもらってください。ファンソやだー。怖い怖い、なんか今までで一番怖い。なんか触りました。硬い硬い。あーあーあー待って待って、でもね動かないやつ、そう、でもこれ触れる。あ、お、あ、わかった。あ、たわし、正解。お前か。しかもかわいい、にゃんこのたわしなんですけど。かわいい、えっと正解です。やばい、おめでとう。え、結構ど
ドキドキする。やっぱりまだ息切れしてますね。結構くそ悔しい。いやでもまだ一発目がたわしだから、二発目三発目でこういうのってね結構やばくなってくるから。うわ、3発目やばいかな。そうだよ、ね、3発目とかもやばいよ。だ動植物園が来てる。蛇とか来てる。ねえ、来てるよ絶対。じゃあここが到着しました。やだ、めっちゃキモい。やだ、見ます。これさ、ほら、いやだ、待って、普通にかわいそう。これはやだ。これいけるかな、言えない。どうなんだろう、大丈夫、苦手じゃない、大丈夫かな。え、やめて、その沈黙怖い。やだやだやだ。うわ、頑張れ。え、もう3点じゃん。入れてみ。え、どうしようどうしよう。え、待って待って、触りたくなって、なんでって思ったの。触ってくる。本当に怖い。
方がいいとかなんか。あ、はい、あります、改善点お願いします。あの、あ、こっちにね、後ろで見てる子供たちがまあこんなんいけるやんみたいな感じで一番長いです裏側が。あとビビリビリのやつを、あと海たちも、あのこれは改善点だけじゃなくて、めっちゃもうあのやばいやばいって言い合うのがあの一番楽しいそうかなって思いますね。みんなでもうその人を陥れようと、あのみんなで協力する、部屋のみんなでね協力してその子を陥れてください。わかりました。はい、けどビビさんのなんかあのやってる人じゃなくて見てる人でもすっごいリアクションが、うんうん、めっちゃ上手だった、うんうん、いい気分あのリアクションは大きければ大きいほどなんかあの見てる人にこう、うん、よりこうどんなこうドキドキ感なんだろうとかが伝わるかなって思います。はい、頑張ってみてください。え、勉強番組？勉強番組なの？講座講座でした。